SL みたいな薪ストーブにね、薪をね割らずにそのままくべて一日あったかくしますね。餌欲しいと思ってきますね。いや、冬に逆戻りだな。寒い。氷張ってますね。寒い一日が始まりましたね。沼に来てみたんですけど、氷が張って鯉たちもね、見えないですね。うわ、長靴も雪が入るな。また後で来て除雪しよう。ここはい、ドイツ産色ですね。こんなやつ、大きさは26センチになります。はい、いかがでしょうか。はい、黄金の住み物のトラ黄金ですね。大正産色と黄金のアイノコですね。はい、大きさ20センチになりますね。はい、黒黄金ですね。黄金ですけど、まあ、真っ黒いね、カラスゴイみたいな感じのすごいね、かっこいいね、水槽飼育とかでも、渋いね、1本ですね。はい、14センチになりますね。はい、ベニキコクリュウですね。水槽飼育にね、ちょうどいいサイズですね。大きさ19センチになります。はい、銀鱗のプラチナですね。15センチになりますね、プラチナ。はい、変わり五色ですね。五色とクジャクのアイノコですね。はい、18センチになりますね。はい、黄金松葉になりますね。クジャクと黄金のアイノコになりますね。はい、22センチになります。はい、昭和三色になりますね。はい、25センチになります。はい、まあ、銀鱗の張り分けになりますね。オレンジ張り分け。はい、15センチになりますね。はい、赤無地になりますね。はい、23センチになります。はい、ベニキコクリュウになりますね。はい、20センチになります。はい、キジロですね。はい、16センチぐらいですね。はい、ベニキコクリュウになります。はい、20センチですね。
はい、黄金になります。山吹黄金ですね。はい、18センチくらいですね。はい、オレンジの変わり鯉のね、ヒレ長になりますね。ロングフィンですね。はい、19センチになりますね。はい、青い鯉ね、帰国竜ですね。20センチになります。え、こちらはね、次回出品するようにしまして、え、こちらの方ね、今回ね、水槽用に小さいところ出品していきたいと思います。はい、こんなところじゃあ出品していきたいと思いますので、ね、下の概要欄からね、ヤフオクにアクセスしていただきまして、入札の方ねお待ちしております。それではね、さようなら。